はい、どうも。今日もね、激辛をやっていこうかと思います。ちょっとね、撮影をする、まあ撮影だけで使ってるわけじゃないんだけど、いつも撮影使ってたテーブルをちょっとね、捨てまして、新しいのを買いました。ちょっと大きいやつね。でキャンプ用のあの、折りたたみができるやつっていうのかな。まあ普段、室内でしか使わないんだけど、まあ、なんかあった時にね、こう、収納できて便利かなと思って買っちゃいました。まあ関係ないんだけど、今日はね、山盛りというメーカーが作ってるタイカレー。タイカレーもね、結構辛いのいっぱいあるんですよ。で、自分でもね、あのメープロイのカレーペーストとか使って、まあ、あのココナッツミルクと合わせて作るんだけど、あんなの、ね、昔作ってたんで、まあすごいね、レッドカレーとかグリーンカレーあたり結構辛いのが多いです。好きなんだけどね。で、これはレトルトなんですが、辛さ5ということで、一応まあ結構きついやつなんじゃないかなとは思います。まあそういうわけで、これもレンジでね、温めるやつなのかな。ちょっと開けてみましょうか。あ、レンジでやるやつね。これ上にしてレンジで温めるやつ。ここになんかこう空気抜けるとこがあったりするやつでね。今回はもうご飯をね、ちょっと買ってきました。なんだろう、これ150g かな。ちょっとね、 300g のねカリフラワーライスもいいんだけど、あれ食べるとなるとね、カレールが2ついるし、ちょっとね量が多いなっていう日もあるんですよ。いや、あんぐらい食べたい日ももちろんあるんだけど、なので今回はまあ少し少なめで 150g のご飯とこれですねで、作っていきたいと思います。じゃあ用意していきます。はい、作ってきました。パックご飯とさっきのこれですね、グリーンカレー。これね、箱ごと使ってこう箱に入れたままこうやってレンジにこうやるやつでした。まあそれはいいんだけど、まあ早速ね、熱いうちに食べていきましょう。やっぱね、あのタイカレーの特徴としてかなりやっぱサラサラですね、スープが。だからご飯が多すぎると、あ、少なすぎるともうなくなっちゃう感じ、吸っちゃうんだよね、米がね。これちょっと食べづらいな、サラサラすぎて。絶対こぼすと思うんで、まあ、皿使いながら食べようかな。皿持って食べようかな。なかなか食べづらい。カメラがね、ある位置の関係上ね、そんな感じの食べ方になるんでね。まあ、そういうわけで、いただきます。さあ、どうかな、辛さ。唐辛子なんかも入ってた気がする。なんかこれは違うかな。違う。あ、でもこれ唐辛子だね。辛さ5でこれか。自分で作ったやつの方が辛いかもしれないな。具はね、玉ねぎ、チキン、これローリエかな。とこれグリーンピースなのかな。ちょっとわかんないな。まあでも、あ、辛い、うん、そこそこ辛い。まあちょっと関係ない話かもしれないけど、これぐらい、これのね、糖質が1つで 10g で、このご飯が 35g なんで、糖質がね、まあ、全部で 50g 以内で食べれるから、糖質を制限してる人にもいいかも。カリフラワーライスはね、多いんだよな、あれね。あれを半分、2回に割って食べればいいんだけど、それがなかなかできない。唐辛子も食べてみるね。辛みは抜けちゃってる？あ、抜けちゃってるね、もう。シシトウみたいに感じるわ。まあこれで辛さ5か。ちょっと残念でしたね。一回メープロイの自分で作ってみるかな。
あれガチでやばいからね。ただね、味はいいね。普通にスーパーで売ってたんだけど、これ美味しいわ。辛さ5で多分これ以上あるのかないのかわかんないけどさ、まあ辛さの指数的に言うと辛いにはカウントできないかな。これだったらどんぐらいだろう、80もしくは70ぐらいのレベル。ピリ辛だね。まあ70ということにしとこうか。ちょっとね、辛さ的にはピリ辛、ただそこら辺のなんとかカレーとか言って売ってるレトルトの辛口よりは辛いよねっていう感じかな。だからまあなんかね、買い物する際のね、参考にしてもらえるといいなと思います。ただ味はいい、味はいい、なかなか美味しかった。よし、というわけで今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。終わります。またねー。